開催ですか。そうなんです。実はですね、東京オリンピック、東京オリンピックに合わせて、で、今年いきなりですね、18歳の時にまた、今は、来年、またこの春、また新しく生まれ変わって、登場するというか、そうなんですが、その、大体3年後が、東京オリンピックなんですが、すごいですね。いや、オリンピックと一緒に、それも東京オリンピックと一緒に何かこう、歴史を刻んでいるなと思います。そんな中、ちょっと、基本的に東京ってことが不気味やな、東京不気味やなって思って、あ、この曲って、東京不気味じゃないですか。あれ、そうですね。来年ですね、この東京不気味に行きたいなってことで、感じてくれますか。あー、あまり来たくないんですかね。あれ、なんででしょう。あれ、本当は、本当は来たいけど、ちょっとちっちゃい感じしたからで、東京プリンスに会いに行きたい方、テレビ出演します。素晴らしい。